それでは次は内積と成分のトップバッターです。それではどうぞ。それではまず正射影を使って内積の値を求めます。まず OP.OA ですで。これは OA をスクリーンと見て直線 OA 上に OP を射影します。 でこの直線 OA はこの平面に垂直なので P から、えー、OA に下ろした垂線の足はちょうど D となります。よって OP.OA はスクリーンの長さ OA× 影の長さで OA×OD で3となります。ここにはもう少し念のためもう少し詳しく説明してあるんですが OP.OA は OA の長さ ×OP の長さ×この間の角の cos になります。 ところが OP の長さかける間の角のコサインは影の長さ OD になりますからスクリーンの長さ OA かける OD になると内積はスクリーンの長さかける影の長さこれがもう内積の一番確信で内積は正社員なので分配アウが成り立つわけですもうそれだけ分かってもらえれば、まあ、はっきり言ってもう全部終わりなわけです 一番分かってもらいたいのは内積は正社影なので分配をするが成り立つってことなんです。で、次は、同様にして OP.OB というのは、この直線 OB に下ろした P の垂線の足というのは、こう E なので OB の長さ、スクリーンの長さ××の長さで4となります。で、最後は P から直線 OC に下ろした垂線の長さというのは、ちょうど垂線が 線の足が、F、にななりりまますすから1 5で5となります次の問題は OQ ベクトルが XOAYOBZOC で表される時の OP.OQ の値なんですがこれは分母法則を使うだけですそうすると X 倍の OP.OAY 倍の OP.OBZ 倍の OP.OC でカッ1の結果を代入してやるとこのようになりますで最後に op.dr です。で、d から r への移動っていうのは、ここ r ですね。d はここですね。だから、原点にまず戻って、つまり、マイナス3 o a、それから ob 方向に ob の4倍移動して、oc 方向に o c の5倍移動すればいいわけです。つまり、ベクトル dr は、マイナス3 o a、プラス4 o b、4を b、プラス5 o c になります。 すなわち、カッコ2の x がマイナス3で y が4で z は5ですから、ここの xyz にそれぞれマイナス3、4、5を代入してやって32となります。いかがですかこの問題自体は難しくないと思うんですが、これは定理公式を理解するための問題なので、特にこれは内積の成分表示を理解してもらうための問題なので、難しさは問題ではないです。 つまり、この最初のカッコ1で理解してもらいたかったのは、この OA 方向に X 軸を取ります。OB 方向に Y 軸を取ります。OC 方向に Z 軸を取ります。これは直方体だからこそできるわけです。つまり、90度、全部90度からできるわけです。そうすると、この OA、OB、OC の長さは1なので、このベクトル OA、ベクトル OB、ベクトル OC はすべて そのの座標軸方向への単位ベベククトトルルつままりり基本ベクトルとなりますで、ここの言っていることは、この3つの式の言っていることは、OP と OA、基本ベクトルとの内積は、実は P の xAM と同じになるということです。この3というのは、この P から座標軸の下、水さの長さですから、ちょうど xAM と一致しているわけです。 したがって OA と OP の内積は実は P の X 成分になると。これは P の、えー、Y 成分で、これは P の Z 成分となると。つまりこれをもう一度復習してもらいたかったので、あの作った問題なんです。でここで EX というのは、X 軸方向への基本ベクトルのことで、今でいうとこの OA のことになります。 EY というのはこの OB のことになります。EZ というのはこの OC ですね。このような基本ベクトルとの内積によって、えー、座標成分が出てくると。まあ、それをちょっと分かってもらいたかったわけです。で、次の括弧2で何が分かってほしかったかっていうと OQ を XOA プラス YOB プラス ZOC と表されるってことは実は Q の成分が XYZ ってことなんですね。これがこれに等しいということは OQ イコールこの XYZ 軸を取ったときに OQ ベクトルの成分がちょっと汚いですが XYZ ということになりますベクトルの成分というのはそれぞれの座標軸方向に移動ですから例えば例えばこれが 2OA プラス 1OB プラス 3OC である場合2と1と3でもし9になったとするとベクトル OQ の成分というのは x 軸方向に2移動して y 軸方向に1て z 軸方向に3ですから確かに成分は213となるわけです。 つまりベクトル OQ の成分はこの xyz と一致します。で、このようなときに OP と OQ の内積は 3x たす 4y たす 5z となったわけですが、この3というのは先ほど言いましたように実は OP ドット O や3とこの p の x 成分ですから、この3は px です。p の x 成分です。 でこの x は Q の x 成分です。で同様にしまして、この4っていうのは p の y 成分。この y は Q の y 成分ですから、結局 op.oq というのが、まあ、このように表されると。まあ、すなわち、こちらの図で言いますと、op と oq の内積を取るときに、まず op とこの xo a との内積を取ります。 そうすると内積というのはスクリーンの長さかける影の長さなので、この、この青いベクトルを、この2応 A を、今の場合ですけど、2応 A をスクリーンと考えると、スクリーンの長さかける影の長さ。で、スクリーンの長さっていうのが実は Q の X 成分なわけです。これはスクリーンの長さを表しています。で、影の長さっていうのが、実は P の X 成分なわけです。 だから、スクリーンの長さかける影の長さで内積ですから、あとはこちらの、こちらのベクトルに対しても同じことを言えるわけで、こちらのベクトルに関しても同じことを言えるわけですから、結局、内積というのは、それぞれの成分に対してスクリーンの長さかける影の長さを行ってやるってことですから、結局 P x、px,qx, py,qy, pz,qz となると。こういうわけです。で、まあ、これを分かっていただきたくて作ったんですが、まあ、 定理公式を本当に理解するというのは非常に難しいことなので、まあ、本当に分からなくても、まあ、大丈夫は大丈夫なんですけどただわか,かるという姿勢がやっぱりすごく大事だと思うんですね。ですからこういう問題を作ってみましたただ実際に試験でこのような問題が出された時に、まあ、この問題自体は内積の成分による表し方その公式を理解してもらうための問題だったわけですが 試験のときはそれは使っていいわけですから、まあ、次のように簡単に解答することもできます。え別回ですが、OA、OB、えー、OA、OB、OC をこれそれぞれ XYZ 軸を取ってやると、ベクトル o A は100、ベクトル OB は010、ベクトル OC は001で、ベクトル OB は345、ベクトル OQ は XOA プラス YOB プラス ZOC ですから X y Z、XYZ。したがって、例えば2番であれば、 もう内積と成分の公式が使っていいので 3x 足す 4y たす 5z と求めることができます。で、1番なんかに関しても同様です。次は点と平面の距離です。これは発点になります。つまり教科書では発点的取り扱いになっている平面の方程式に絡んだ問題です。ですから、 発展はもういらないという方は飛ばしてくださって結構ですそれではどうぞでまず1問目です、えー、点 A315 を通りベクトル N=123 に垂直な平面を考えますこの平面上の2の点 P を XYZ としたときに xyz の関係式を求めると。そういう問題です。で、これは、ベクトル AP と N の内積0で終わりです。で、この AP をご覧のように分割して OP 引く OA にして、で、分配します。で、N の、ベクトル N の成分は 1, 2, 3ベクトル OP の成分は xyz ベクトル OA の成分は 3, 1, 5で、あとは 先ほどの問題でやった内積の成分表示を使うとご覧のような式になります。で、これは今こうやって分配してるんですけどももちろんベクトル AP の成分は x-3、y-1,z-5 なのでそれで計算しても同じになります。なぜこのようにやったかというとそれは実は括弧2で使いたいからです。では括弧2です。 これの図形的意味を考えます。で、O から平面に下ろした垂線の足を H とします。で、次にこの N と OA の内積を考えます。で、N をスクリーンと考えて、つまり OH をスクリーンと考えて、OH に垂直に光を当てます。そうすると、A の鍵はどこに来るかってことですが、実は H に来ます。このなぜかっていうと、この ON と平面は直交しているので、 平面上の2の直線に対しても垂直だからです。ですなわち、ベクトル OA の OH の上への正射へベクトルは OH になります。したがって OA と N の内積は OH と N の内積と同じで OH の長さ ×N の長さ。 つまり、スクリーンの長さ×影の長さです。だから n.、n.oa、n.oa は、スクリーンの長さ×影の長さでご覧のようになります。でここが分かりづらい人のために、ここにさらに詳しい説明してあるんですけども、えー、n と oa の内積というのは、n の長さ ×oa の長さ×この角の c o s ンなわけですが、この長さ ×cosyn というのは oh ですから、 ここの部分がこここれになるってことです、まあこの関係非常に大事なので、まあ、念のためもう一度説明しましたさあそうすると OH の長さは N の長さ分の N.OA ですから1番の結果を代入して N の長さを代入すると答えはルート14分の20と一発で求まってしまいますつまり平面の方程式が分かっていると原点からの距離というのは1行で求まってしまいます では次の問題は、原点以外の点 x0,y0,z0 から平面までの距離です。でこれには、ベクトル ba を使います。で、このベクトル ba と、ベクトル n の内積を考えます。そう、先ほどと全く同じようにして、 BA と N の内積というのは、スクリーンの長さである N の長さ ×BG の長さとなります。それはこれです。N.BA は、スクリーンの長さ×影の長さ BG です。で、ここに絶対値がついているのは、なぜかと言いますと、B が、もしかするとこの平面の下側にあるかもしれないからです。もしこの辺にあった場合、 b はこの辺にあった場合、ベクトル ba というのはこのようなベクトルです。で、ベクトル n はこういうベクトルです。したがって、間の角を θ をすると、θ が鈍角になって、cosθ がマイナスになってしまいます。したがって、その場合は n.ba はこのようにならずに、このようにマイナスついたものになります。 従っっっててて絶対値ををそのマイナスをとっているわけです、す。以上から BG の長さっていうのは N の長さ分の N.BA となります。あとはこれに代入するだけです。で、今1番から N.OA 分かっているので N.BA の計算をするときにご覧のように変形します。つまりベクトル BA を OA-OB に直して分配法則を使います。 そうすると n.oa-n.ob で n.oa は1番から 20n.ob はご覧のようになるのでこういうふうになりますでこれが2番の分子の絶対値の中に入ればいいわけですから b 字の長さはご覧のようになりますいかがですか非常に簡単に点と平面との距離というのは出すことができます これは実は公式になっています。これは公式になります。平面 πAx たす By たす Cz たす d イコール0と x0y0z との距離はルート A 次乗たす B 次乗たす C 次乗つまり方線ベクトルの長さ分の左辺に x0y0z を代入という公式です。実際公式 で、求めると結果が一致することを確認してみます。1番を移行して右辺を0にします。a が1、b が2、c が3、d がマイナス20です。で、ルート a 乗足す b 乗足す c 乗ですから、この計算ですね。つまり n の長さを出しているわけです。つまり、放線ベクトルの長さを出しています。それが分母に来ます。で、あとは、 この方程式の左辺に x0,y0,z0 を代入するわけですからそれはこれになります。だから確かに公式で出た結果と実際に計算して出した結果は一致しています。正面を全く同様にできます。で、この公式は実は東京書籍の発展に載っているんですが数件出版には載ってないです。ただ東京書籍版には載っているので 何にも言われてなければ使っていいはずですただ逆に言うと私が出題者だったらもうこれを使うとあっという間にできちゃうわけですからカッコ1でこの公式を証明させてから使わせるような出題にすると思いますですから皆さんは証明も込みで理解しておいてほしいと思いますで次は証明ではなくというのは証明は先ほどやったので 直感的意味ですこの直感的意味は x たす 2y たす 3z イコール k1 と k2 との距離はその差の絶対値に比例するという意味です例えばこう右辺だけを書いていきますそうするとこれらが等間隔に並,ぶ並びます今左のあ右の図はですねコンピューターのソフトを使って書いたものです ご覧のように上の値だけを10ずつ10刻みで書いていますそうするとこの間の距離がここは垂直垂直ですねこの間の距離が全部等しくなるんです直感的には直線あの平面の平面上の直線と同様直感的には明らかだと思いますしたがって例えば0と20との 間間の距離は0と10とののの距距離離はととと倍であるとつまり k 1 k 2の絶対値に距離が比例しているということは分かりますで次に今先ほどの問題でベースになっている平面はこれだったんですね x たす 2y たす 3z イコール20で,でそれに B0 から下ろした距離を求めたかったわけですじゃあそれを求めるにはどうなるどうなるかっていうとこの B を通って このベース平面に平行な平面を考えるんです。すると x、x プラス 2y プラス 3z の値は x ゼロ y ゼロ z ゼロを通るので、代入してやってこれになります。つまり、右辺の値は20と x ゼロプラス 2y ゼロすラス 3z ゼロです。で、距離はこの差に比例するはずですから、確かに分子は絶対にこれになるはずです。 でそれを方線ベクトルの大きさで割れば距離が出てくるこれが直感的な意味ですこちらの公式でも同じですつまりこの分子というのは右辺の値の差を表しているんです x0y0z0 を通り π と平行な平面を π' とすると ax+by+cz+d は ax0+by0+cz0+d となります つまり、こちらの右辺はこれになります。こちらの右辺は0です。したがって、その差であるのは、差はこれになるので、えー、この π と x0,y0,z0 との距離はこのように表されるわけです。これが公式の直感的な説明です。えー、次は点と平面の距離の問題です。今、空間内に 平平面面 ABC が与えらられれていて、いそれにそにの平面外のの外点 D から下ろした水線の長さを求める問題です。これは旧過程のやり方すなわち鏡面条件平面に平行な2つのベクトルを使うやり方でもできるし進化程のやり方発展のやり方つまり方線ベクトルを使うやり方で求めることもできます。でいずれの方法でも求められるという意味でもこれは非常に大切な問題になります。 どちらのやり方でやってくれてもいいのでぜひチャレンジしてみてくださいそれではどうぞそれではまずは鏡面条件を使った解法言い換えると平面に平行な2つのベクトルを使った解法からお見せしますまずベクトル AB は31-2でこれはもちろん平面と平行です ベクトル AC は1-10であり、これももちろん平面と平行です。したがって垂線の足を H とすると、ベクトル AH は、つまり A から H の移動は S 倍の AB プラス T 倍の AC で表すことができます。 そうすると O から H への移動っていうのは O から A へ行って A から H へ行けばいいわけですから OA プラス SAB プラス DH です。それがこれに当たります。で、今出したのはベクトル OH なわけですが垂直なのは OH じゃないですよね。平面と垂直なのは DH なので DH を出します。 dh ベクトルは oh-od です。これからこれを引いたものになります。よって、od の成分432ですから、この -132 から432を引くことにより、-500、プラス s 倍の31-2、プラス t 倍の1-10となります。で、表面条件を使った後は、直行条件を使います。 そね、ベクトル DH というのは平面に垂直ですから平面上の2つのベクトルと垂直であれば必要十分ですしたがって DH と AB の内積 0DH と AC の内積0で式を2つ立てますでまず上の式ですが DH と AB の内積が0ですでこの時にこのベクトルのまま計算すると同理項がまとめられて計算が多少楽になります まず最初の内積は -500 と31-2の内積で -15 になります。次の内積は31-2と31-2の内積でこれは9たす1たす4で 14s になります。最後は1-10と31-2の内積で 2t とご覧のようになります。で、ここでまあ細かい話なんですけど dh ベクトルをばらしちゃって -5 たす 3s たす t s-t-2s s としてこれとの内積でやりますと同理以降またまとめなくまとめないといけなくなっちゃうんですねだからちょっとちょっとだけめんどくさくなりますで次は dh と ac の内積0より同様にしてご覧の式がやられてあとはこの連立方程式を解いてやると st が求まりますで出てきた st を1へ代入すれば oh が出てきて これは視点が原点ですから終点の成分と一致して H の成分はこれになります。で次は D と平面との距離ですがそれは DH の長さですから三平方の定理を使えばつまり H の座標と今まとめた H の座標とそれと D の座標を使えば 簡単に DH を求めることができます以上が平面に平行な2つのベクトルを使ったつまり鏡面条件を使った解放になりますご覧のように計算はすごく大変というわけではないのでこのあと発展編でお見せする発展的解放をマスターするよりするのは面倒くさいという方はこちらだけで解いていっても大丈夫だと思います。 であと1つだけ言わせていただきますとこれを解いていただくとよくあるミスがですね H を xy0 と置いて DH と AB の内積 0DH と AC の内積0をやって間違っちゃうという解法が多いんですねつまり表面条件を考えてないので、えー、DH と AB の内積 0DH と AC の内積0だけでしたら H は別にここである 必要なくてここのの途中のどででも成り立っちゃうわけですねだからまず鏡面条件を立てるとそれがこの問題のポイントになりますえ次は発展的解放平面の方程式の利用あるいは方線ベクトルの利用ですで先ほどと違ってこの平面に垂直なベクトルを求めますでそれをベクトル nabc と置いています で、ab と ac と n は垂直なので ab.n イコール0より 3a+b-2c が0です。で、ac.n イコール0より a-b イコール0です。で、式は2つしかできないです。ところが、未知数は3つあります。なので、これは決まらないです。abc の値は決まらないです。でも、例えば b なら b だけを移行してやると、 上の式は3 a く2 c イコール b です。で、定数項を含まないです。1とかには含んでないです。それから a イコール b です。とご覧のように、左辺は a と c だけの式で、右辺は b だけの式ですから、b を定数扱いすると、a と c は必ず b に関して解きます。例えばこのように解きます。 で、代入すると、n は bb2b なので、112ベクトルの定数倍になっています。で、これは必ずなります。あるベクトルの定数倍に必ずなります。ならなかったら100%間違えてます。なぜかっていうと、ベクトル n はこれです。えー、垂直なベクトルです。でも、そんなベクトルは無数にあるわけですね。例えば、こういうベクトルだったり、こういうベクトルだったり、逆向きだったりとか。従って、そういうベクトルはあるベクトルの 定数,倍としか定数倍という形で必ず表せるわけ,だわけなんですね。だから、あるベクトルの定数倍なかったら必ず間違いであると。で、平面の方程式としては、そのうちの1つを取ればいいので、改めて1つをベクトル n としてやると、ベクトル n は112としてやればいいと。で、要するに方程式を使う場合は、 方線ベクトルの1つが求まればあとは計算はすごく楽になります。で平面上の点2の点 P を xyz としてやると ap と n の内積は0ですから n.ap=0 よりこのような式が出てきます。 すなわち平面 ABC の式はこれになります。このような XYZ を満たす点の集まりが平面を作ります。で一方、H というのはこの直線上にもあります。この直線は1点は D です。方向ベクトルは N ですから O から H への移動は O から D まで行って T 倍の N で行くはずです。すなわちこれです。 座標に直すと、xyz イコール432足す t バの112で、バラバラに書くと、x イコール t 足す4、y イコール t 足す3、z イコール 2t 足す2となります。これが直線 dh の方程式です。あとは交点なので、この直線の式とこの平面の式を連立してやればいい。具体的に言うと、この t 足す4をここに代入すると。これをこちらに代入。これをこちらに代入して、 計算してやるとと t のの値がマイナス6分5かりますそれを2へ代にしてやって水星の足が出ます。いかがですか水星の足求める計算は大体同じぐらいじゃないですか計算量としてはほとんど同じだと思います。ただ個人的には私はこっちが好きで理由を言うとこちらの方が計算ミスが防げる可能性が多いんですね。まず 一つ目のこの n112 を出した時点で ab と ac の ab と l の内積とかは簡単に計算できます。例えば3たす1引く4ですから0。ああ確かに直行していると。ac と l もああ確かに直行しているという風に検算がすぐできます。でこの平面の式が出てきた時点でも検算できます。例えば00022ですね。これを通っているかといったら代入すればいいわけです。0たす 022ですから、y が2、z も2ですから、022を代入したら、このようになります。で、イコール0は正しい。よって、022はこの平面の上にあると。こんな感じで残りも簡単に代入して確かめることができるので、まあ、ここで代入しなくても、ここで簡単にチェックすることができます。だから、1番までは、ほぼ100%確実に計算ミスなしに来れると。 とというここなのののでで私は個人的にはこっちのやり方の方が好きですただその分新しいやり方になれないといけないというのは言うまでもないんですけれどもでは次です次は D と H の距離になりますで先ほどは D の座標と H の座標から三平方の定理出したんですが今度はこの平面とこの点との距離ですから点と平面の距離の公式を使うことができます すす。すなち次ののののの、ようになりますルート1の次乗1の次乗2の次乗足足分のつまり、方線ベクトルの長さ分の、あとはこの432というのを、この一の左辺に代入して絶対値です。で、簡単に距離を出すことができます。えー、次は参考です。平面は直線によって、空間は平面によって2つの分に分けられる。 例えばこの平面 xy 平面で直線 2x たす y-3 イコール0に関して平面は正領域と不領域に分かれます直線は無限に広いのでこれ以外の領域は存在しないですスパッと分かれます同様空間ではこの平面に関して正領域と不領域に分かれますやはり平面も無限に広いので 途中のもやもやした部分とかような存在しなくなりますでこの髪型を使って垂線の足を簡単に求めることができますで f の xyz を x y 2 z く6と置きますこれは平面の方程式の左辺にあたりますで f 0 0 0 0 0 0く6はス6ですから負ですこれは原点が不領域に入るってことを表しています 一方 F の432これは D の座標を代のたものですけれどもそうすると4 3 2二2く6はここで正ですから D, D の432は正領域にありますよって O と D というのは平面を挟んで反対側にあります次に長さを出します DH の長さっていうのは点と平面の距離の公式から6分の5ルート6です方線ベクトルの長さはルート6です ってことは、この長さの比は、ここを6とすると、ここは5ということですね。6分の5倍になっているわけですから。ただ、どちら側にあるかが問題なんですね。D がもしこちら側にあった場合は、D が O と同じ側にあった場合は、ベクトル DH は6分の5倍のベクトル L になります。ところが、今は D はこの平面に関して反対側にあるので、 dH はマイナス6分の5倍の n となりますつまり dH はマイナス6分の5倍の112ですそうすると oh は od たす dh ですから432マイナス6分の5倍の112で簡単に水性の足を求めることができますただ先ほどのやり方ですでに十分早いのでこれは まあ、正領域と不領域の考え方によってこういろいろな点の位置関係を見ることができるというそういう意味でご紹介しました。以上点から平面に下ろした垂線の足の求め方それから点と平面との距離というのを鏡面条件を使った方法と方線ベクトルを使った方法つまり平面の方程式を使った方法の2通りで紹介しました。 どちらの方法でも時間的にはすごい差はないと思うのでどちらでもいいですから確実にできるようになっててほしいと思います。でこの問題ではよくあるパターンが例えば三角形 ABC の面積を出して四面体の体積を求めるとかいろいろあります。でこのあと3つほど例題をお見せします。3つととも点と平面のの距離を求めるのがポイントになります。 で先ほどやった点から平面に下ろした垂線の足、あるいは点と平面の距離、この二つは理論的にも、それから試験の上でも非常に大切です。従ってこの後、類題を三つほどやります。で、垂線の足の求め方に関しては、先ほどのやった二つの方法のうちどちらを使ってくれても構わないです。つまり、表面条件を使ってもいいし、平面の方程式を使ってくれても構わないです。それではどうぞ。 えー、回答に入る前に最初に結論から言っておきたいと思いますで ABC がこのようにあります O は原点ですで X 軸 Y 軸 Z 軸となっています D はこのあたりにありますで P は A を中心とする半径2の円状を動いていますこの時に PD はいろいろ変わりますがこの長さの最小値を求める問題ですで P を 図のように動かしていきますこの辺りで一番長いですでこの辺りで一番短くなってますじゃあどういう時に最小値を取るのかどうやら最小値は5ンチみたいですけれどもそれは A とこの垂線の足で H を結んだ時にここで取りますじゃあなぜここで取るかっていうのは この図ではすごくわかりづらくなります。この平面 ABC を改めてベース平面に取ると、取った方がずっとわかりやすいです。それでは解答に入ります。それでは先ほどの図をデフォルムして、平面 ABC をベース平面にしてご覧のような図を書きます。でまず D からこの平面 ABC の下した彗線の足は問題6と同様にして、 いずれのやり方でも求めることができて、それは5-21となります。ここまでは、やり方2つあるので、両方のやり方をまた説明するのも大変なので、ここでは割愛させていただきます。そうすると、dh の長さは3平方の定理から3となります。ah の長さも実は必要で、これも3平方の定理から6ですで。この時、k の半径は2なので、 K のののの半径より大きくなっていいますとととうことはここは円 K の外側に彗星の足があるところですでこれが内側にあるか外側にあるかではこの後のいろいろ式が変わってきますこのようにやるとまた話は別になりますで DH というのはこの平面に垂直ですから三平方の定理より DP の事乗は HP の事乗を足す DH の事乗となります ところが、DH は一定で3ですから、3の事乗たす HP の事乗です。よって、HP が最小のとき、DP も最小になります。で、HP というのは平面上の最短距離なので、結局、空間内の最短距離の問題が平面の中での最短距離になるということです。例えば、これが短いのか、まあ、この辺が短いのか、まあこ、まあ、これは絶対長いですけど、これは短いのかというように、平面上での最短距離の問題になるということです。 じゃあどういう時に最短なのかというとこれは線分 AH と円形の交点を P0 としたときに P0 において HP は最初になります、まあ、なぜかと言いますとこの接線に例えばこの垂直な線を引きますそうすると三平方の定理よりこちらの長さは斜辺ですからこの P0H より長くなっています で、この斜辺よりさらにこの HP は長いわけですから、確かにこれが一番短いと。まあ、いろいろ他にも説明方法がありますが、まあ、一つの方法として、えー、こういう時に P が P0 の時に確かに最初になるわけです。で、この時にですね、この AP0 の長さは半径と同じで2ですから、で、ここの長さは6なわけですから、P0H は4になります。で、高さは3です。 よってこの三角形 DP0H において三平方の定理を使うと高さが3で横の長さは4なわけですから3対4対5でこの長さは5となります。よって最短距離は5とこのようにできます。次の2つの例題に移る前に9の方程式を復習しておきたいと思います。 中心が ABC で半径 R の球状の点を PXYZ とすると AP の長さイコール R よりご覧のようになりますつまりこれは平面上の円の方程式とほとんど同じです例です S はどのような図形を表すかやり方も全く同じでまず XYZ に関して整理してで円とまたは放物線と同じようにして平方完成してやりますそうするとご覧のようになります したがって中心が234で半径が2の9と分かります。それでは先ほどの9と関連した問題です。一般に9と平面の交わりは円になります。この円の中心と半径を求めようという問題です。それではどうぞ。 それでは簡単に答えを言います。これが S の式です。これを平方完成すると、ご覧のようになって、S というのは中心が1,1-1で、半径ビッグ r イコール4の9となりますで。ここで図形的に考えたいので、平面 ABC をベース平面になるようにとります。で Q を9の中心をこの平面からずれたところに上の方にとってみます。 でこういうふうな図を描くというのは、あたかもデッサンの上手い人が人物絵を描くときに、その人物の特徴を捉えて図を描くのと同じですで。それができるようになったら、もう問題の半分は、この問題ではもう終わっています。A からこの平面に下ろした垂線の足を H とします。そうすると、この H がこの公園の中心になります。なぜかというと、 このように直角三角形を作ります。で、もう一つ直角三角形をこのように作ります。そうすると、この2つの直角三角形は、斜辺がともにビッグ R ですから、で、これも共通でともに直角ですから、合同になってます。したがって、この長さとこの長さは等しいので、で、しかもこれはね、どの点に来てもそうですから。だから、H、は、えー のの中心は水線の足と一致するわけですで H は先ほ,ど先ほどの問題6と同じようにして求まって3 1 0となります。で先ほどの話でもすでに半分言ったようなもんですがこの直角三角形に三平方の定理を使ってやるとこの公園の半径 smallr は bigr の2乗引く H の事乗つまり点と平面との距離の2乗となります。 A1 を出してこういうふうに計算すると公円の半径はルート7と分かりますえ。以上2つが代表的な例でえ彗星の足というのは例えば四面体の体積であるとかそれから平面上を動く時との距離であるとかそれから球と平面であるとか、まあ、こういう場合に非常によく出てきます。 それでは点と平面ののの距離の累大の最後になります。四面体図の四面体 OABC に内接する球の半径を求めようという問題ですでこの問題は鏡面条件を使って垂線の足を求めるやり方と平面の方程式を使うやり方を比べると平面の方程式を使うやり方の方がずっとずっと早く解けますだから実際に試験で出題されるってことはあまりないと思うんですが図形的に ご覧のように非常に面白い問題なので平面の方程式をもう少しマスターしたいという方はぜひチャレンジしてもらいたいと思います、まあ、それ以外の方は簡単に回答をちらっと眺めるだけでいいと思いますそれではどうぞ空間の場合を考える前に平面の三角形に内接する 円の半径を考えてみると非常に話が分かりりやすすくなりますでこの三角形に内接する円の半径を求めようという問題です。で半径を r とすると x 成分も r だし y 成分も r になります。すなわち i は rr と受けます。これは直線 Oi が y=x であるということを対応しています。で次に ab の式を出します。 で、AB の式は30と04を通る直線ですから、ご覧のようにいきなり求めることができます。少し説明します。まず、3分の X たす4分の Y イコール0というのは、確かに30を通ってます。3分の3たす4分の0ですから1です。次に04も通ってます。3分の0たす4分の4ですから1です。で、ちょっと整理すると確かに AX たす BY たす C イコール0の形だから直線であると。 よよって直,、えー、直線 AB のの式はご覧のようになりますで、rr とこの直線との距離がやはり r ですから点と直線の公式よりルート4の次乗たす3の次乗分の rr を左辺に代入して絶対値だから 4r たす 3r-12 の絶対値つまり5分の 7r-12 の絶対値がここの距離を表しています。で、それが r ですから 12はプラススマイナス R R は6が1ですでこの場合はこの OA の長さが3なので明らかに R は1なわけですが空間の場合も考えてもう少し厳密に考えてみますで正領域不領域を考えますこの直線上の点は 4x+3 は12イコール0になる でここでこの左辺を fxy と置きます。で、原点を代入してやると f00 は 0+0-12 でマイナスです。すなわち原点は不領域に含まれています。ここは不領域ですね。fx は負に含まれています。ってことは直線に関して i というのは原点と同じ側です。こういうとこじゃないです。原点と同じ側にある。 よって 4x 足す3は -12 が負に、この領域に rr も含まれているはずである。代入してやると r、4r 足す 3r-12 が負です。従って、この条件を満たさないといけないので r が1と分かります。なお、この問題だけですと、こんなふうにやるのはめんどくさくて、数値的にご覧のようにやったのは確かに早いですね。三角形 OEB の面積は、 分の一かける三× 3 × 4それは2分の r× かける周りの長さ。周りの長さ、今これ5なので、3足す4足す 5×2 分の r が面積。したがって r イコール1というふうに簡単に求めることができます。で、この r イコール6が出てきた理由ですが、それは次のような理由になります。ちなみに r イコール6年というのは、やはり、 x 軸 y 軸に接しててこの直線に接するわけですがご覧のようにこの直線に対して外側から接しています先ほど使った平面の方程式ですがご覧のようになりますこれは一度触れています x 切片が a y 切片が b の時その2点を通る直線の方程式は a 分の x たす b 分の y イコール一となりますでこれと同様のことが平面に関しても言えます つまり、X 切片が A、Y 切片が B、Z 切片が C のこの3点を通る平面の式はご覧のようになります。証明は全く同じです。A00 を代入すると統合成ゼ 0B0 を代入すると統合成ロ 00C を代入しても統合成立。で、先ほどの以前にやった証明は、表面条件を使った証明なんですけれども、 今は内積使って一般の平面の方程式がこのようになることが分かっているのでこの部分は不要ですつまりこれだけでもう証明は終わりです代入したら統合成り立ったよしかも平面を荒らしてるんだよ従ってこれがこの平面だよっていうふうにこれで証明になっていますこの部分は今はもう不要ですでは解答ですこの四面体はここは xy 平面ですでこれは、 xz 平面。これは yz 平面です。そうすると Q の中心というのはですね、を、まあ、p と置いてやると、それぞれの xy,yz,zx 平面との距離が、この3つの距離が等しくなります。わかりやすく、こちらの方から、つまりライト方向から見た図はこちらです。x 軸、y 軸、z 軸、つまりライト方向から見てやるとこんな風になってて、この3つの長さが等しいので、中心の座標は、 RRR であるとつまり、X 成分も R、Y 成分も R、Z 成分も R。つまり、中心とこの点を結ぶと、方向ベクトルが111であると。そういうことですね。で、中心は RRR と分けると。で、次に、平面 ABC の方程式も先ほど言ったように、3分の X たす4分の Y たす1分の Z イコール1になると。すなわち、これになると。 であと残されたことはこの点 P とこの平面との距離が R であることを言えばいいこの長さも R であることを言えばいいわけですでここで点と平面のこう距離の公式を使ってやるとルート4の二乗足す3の二乗足す12の二乗分のこの左辺に RRR を代入ですから 4R 足す 3R 足す 12R 引く12の絶対値これで距離を表しています 簡単にすると、分のの 19R-12 絶対値でそれが r と。であとはこれを解くと r は2または8分の3と分かりますが r=2 イコールというのはこの平面の外側で接している巨大な球の半径です。よって r=8 イコール分の3 8と分かります。詳しい説明は先ほどと同じように正領域不領域を使うと厳密な証明ができます。 以上、えー、Q とですね平面の関係を見たわけですがこの例題を解くことこの例題は試験にはまああまり出しづらいんですね先ほどの問題に比べてこの問題は出しづらいなぜかというと XYZ 切片が分かっているので平面の方程式がすぐ求まってしまうよって点と平面の距離の公式であっという間に解けちゃってこの問題は鏡面条件を使う方法に比べると 平面の方程式を使う方がはるかに早く解けるわけです。だから試験には非常に出しづらい。でもなぜこの問題を選んだかというと、この問題の方が印象に残ると思ったんですね。つまり9と平面ときたら、それは直線と円みたいなもので、距離が大事であると。点と平面の距離が大事だというのが、この問題の方が印象に残るだろうと。先ほどの類題2の場合は後円の半径ですから、 印象に残りづらいと思うんですねだから試験に出る出ないよりも印象に残るか残らないかということでこちらのレーダーを選んでみました。